阪の町長崎から鎌倉へと引っ越してきたため、自転車には不慣れな主人公前春ひろみが高校の女子自転車部で活動する姿を描く。監督は工藤進さん、シリーズ構成は砂山倉澄さん、キャラクターデザイン創作画監督は大木良一、JC スタッフさん、アニメーション制作は JC スタファ CGD。 今回発売されるのは現在発売中の江ノ電ウォッチの台紙に、本作の主人公前春ひろみが江ノ電の制服を着用した姿をデザインしたもの。江ノ電江ノ島駅より江ノ島方面へ徒歩3分の江ノ電ハウスにて販売予定。また店内にはサイクルジャージやキャストによるサイン入り台本ポスターも展示されているほか、なぜ皆仲間と江ノ電ウォッチがコラボしたのかも解説されているとか。ぜひ立ち寄ってみてはいかがだろうか。商品情報、発売期間2017年4月15日土曜日から5月7日日曜日、販売価格2000円、税込み。販売場所、江ノ電ハウス、江ノ電江ノ島駅より江ノ島方面へ徒歩3分、営業時間11時から18時。南鎌倉高校女子自転車部は松本忠志コレさんがコミックブレードマグガーデンで連載中の同名漫画を原作とした TV アニメ。坂の町長崎から鎌倉へと引っ越してきたため、自転車には不慣れな主人公前春ひろみが高校の女子自転車部で活動する姿を描く。監督は工藤進さん、シリーズ構成は砂山倉澄さん、キャラクターデザイン創作画監督は大木良一、 JC スタッフさん、アニメーション制作は JC スタファ CGD。今回発売されるのは現在発売中の江ノ電ウォッチの台紙に、本作の主人公前春ひろみが江ノ電の制服を着用した姿をデザインしたもの。江ノ電江ノ島駅より江ノ島方面へ徒歩3分の江ノ電ハウスにて販売予定。また店内にはサイクルジャージやキャストによるサイン入り台本ポスターも展示されているほか、なぜ皆仲間と江ノ電ウォッチがコラボしたのかも解説されているとか。ぜひ立ち寄ってみてはいかがだろうか。商品情報、発売期間2017年4月15日土曜日から5月7日日曜日、販売価格2000円、税込み。販売場所、江ノ電ハウス、江ノ電江ノ島駅より江ノ島方面へ徒歩3分、営業時間11時から18時。